不作法者には厳しさを持って当たるものです。あなた方も相当に不作法なのではなくて、このような正式な場にそのような手段で。正式な場などではありません。あなた方によって不当かつ不法に開かれた場が何の正当性を持ちましょうか。あんたたちの野望もこれまでだよ。なんたってホトコさんの言い名付けは京一郎なんだから。それは聞き捨てならないわ。それならこの遺言状が本物だという証拠はどこにあるのかしら。そもそもあなたたちが持っている理由がわからないわ。遺言状を持っているから本物？それなら盗み出せば誰でも本物よね。そうだ。どこにそんな証拠があると言うんだ。遺言状はどうか知らないけど、本物のことこさんなら脇腹にほくろがあるはずだよ。どうなの？あるの？ええ、もちろんあります。シスター、調べたんじゃなかったのかい？バカ。シット。あんたのせいで全部台無しじゃないの。まさかこの僕がはめられるとは。バレちゃったからにはしょうがないわ。ああ、惜しかったわね。もともとこんなせこい手は乗り気じゃなかったけど、やるからには徹底的にって思ったのに。このバカ。ちょっとやめてよね。たかが数年生まれるのが早かっただけで兄貴面するだけのバカなんかと同じ血が流れているわけないでしょ。さすがはマイライバル、見事な手際だった。今回はしてやられたい。だが次回はないよ、サガーラ。君とコトコ城をこのまま返すわけにはいかない。カモン、下っ端。
という人は。さあ、おとなしくしたまえ。悪の美学だ。数に明かした戦略は悪の美学に反するわ。まあ、いいだろう。京一郎はどうするの？了解、ボス。ダイナミック2号、ことこさんを連れて脱出します。脱出できたら、Jポット買ってね。
警察だ。全員動くな。まずいわ。全員撤収なさい。しーの違反、私文書偽造の疑い、騒乱、暴行の現行犯で逮捕する。エセ探偵、勘違いするなよ。僕はお前を助けに来たわけじゃないからな。バカ、警察もそれほどバカではない。瑞子くんがいろいろ持ってきてくれたのでね。アジアコマースカンパニーの犯罪の証拠書類だ。銃器の密輸を主軸に多くの罪を重ねている。ミツコ君に感謝するんだな。そんなものでハッタリをかけて、よくもまあ無事だったものだ。ろくでもない奴というのは、悪運だけは強いものだな。どうもお前は被害者のようだからな。後で出頭してもらうが、まあいいだろう。後始末もあるしな。さっさと帰れ。京一郎さん、舞子さん、お世話になりました。ポトコさん、帰っちゃうの？ええ。そして、京一郎さんの許嫁も今日で終わりです。あとは、舞子さんが京一郎さんをね。うん、私なんかでいいの？落ち着いたら私の方にご招待します。その時は
京一郎さんと一緒に遊びにいらしてくださいね。うんうん、絶対行く。絶対に会いに行くね。玉残しだったんじゃないの？これって銃なのかな？期待しないで待ってる。ついでにおでこじゃないところにも期待してるよー。